こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は人を大切にし組織を伸ばす稲森和夫の言葉8善について解説していきます。経営の神様といえば稲森和夫さんです。稲森さんはなぜ経営の神様と呼ばれるのか。京セラを超優良企業に育て上げただけでなく KDDI、JAL を再建したからです。経営の神様稲森さんの人生を変える言葉10個紹介します。1個目、好きな仕事を求めるより与えられた仕事を好きになる。あなたはアスリートとか芸能人を見てこう思ったことないですか？好きなことを仕事にできていいな、羨ましく思ったことはありませんか？多くの人は好きでもない仕事から人生をスタートします。稲森和夫さんもそうでした。ではどうしたら好きなことを仕事にできるのか。2つしか選択肢はないです。好きな仕事をするのか今の仕事を好きになるか、このどちらかです。もしあなたが好きでもない仕事をしているのであれば、何としても今の仕事を好きになってください。好きなことであればいくらでも頑張ることができます。転職とは探すものではないです。自ら作り出すものです。今やってる仕事を好きになるように努力してみてください。2個目、今日よりは明日、明日よりは明後日、少しでも進歩するように心がける。仕事を好きになるにはコツがあります。仕事は言われるがままやってはいけないです。それは絶対にやってはいけないことです。仕事を好きになるには少しずつ創意工夫を加えることです。例えば今やっている仕事をもう少し早くできないか、もうちょっと簡単な方法はないか考えて、さまざまな工夫をしてみてください。一つ一つは小さなことでも大丈夫です。続けていくうちに言われてやるだけの仕事が考えてやる仕事になります。新たな工夫によって仕事のクオリティが良くなれば、やりがいが生まれて仕事が好きになっていきます。仕事を好きになるには日々の創意工夫が大切です。言われてやるだけの仕事はもうやめてください。自分で考えてやる仕事に今日から変えていってください。3個目、周りが認める努力が本当の努力。誰にも負けない努力をしてみてください。稲森和夫さんが大切にしていることがあります。それは誰にも負けない努力をすることです。人は誰だって自分なりには頑張っています。しかし本当に大切なことは、自分で自分を評価して自己満足することではなくて、周りからあいつは頑張っている、そう認められるほどの努力をすることです。僕も自己満足の努力ではなくて、誰にも負けない本物の努力をしていきます。周りが遊んでいる時こそ行動するようにしてみてください。4個目、日々の積み重ねが人を高みへと引き上げる。1秒の積み重ねが1日となります。1日の積み重ねが1週間になります。1週間の積み重ねは1ヶ月になって、その先は1年になっていきます。オリンピックに3回出て銀メダルを獲得したマラソンランナー君原健二さんの言葉を紹介します。紙一重の薄さも重なれば本の厚さになる。エリートではなかった君原さんは、みんなでトラックを走るときインコースではなくアウトコースを走り続けていました。1周6メートル余計に走ることになります。そんなほんの少しの積み重ねが無名のランナーをメダリストに育て上げました。あなたも今日一日を工夫して懸命に生き続けてください。数年後後ろを振り向くと高みに来ていることに気づきます。僕も毎日 1% 成長するように本を必ず2冊読んで、 YouTube 図書館の動画をアップしています。日々の積み重ねが人を高みへと引き上げてくれます。5個目、継続する力が成功に必要な真の能力。多くのプロ野球選手を見てきたスカウトマンであれば、センスの才能っていうのはすぐに分かります。しかし努力する才能は分からないです。せっかく才能があっても努力しなかったらプロの世界では結果が出ないです。しかし努力する才能があれば、最初はあまり目立たなかったとしてもプロとして大成功することはあります。あなたも粘り強く続けてみてください。継続する力があれば仕事で成功することができます。継続力は平凡な人を非凡に変えてくれます。6個目、誰にも負けないくらい働く。一生懸命に働く以上の経営のノウハウはないです。稲森さんは京セラを世界的企業に育て上げました。 KDDI も成功させて JAL の再建も成し遂げました。そんな稲森和夫さんのもとには経営の極意を教えてほしい、そんな依頼が後を絶たないです。若い経営者に稲森さんは必ず言う言葉があります。自分を犠牲にして会社と社員のために尽くしてください。そういう奉仕の精神がなければ経営者は務まりません。あなたは誰にも負けないくらい働いていますか？人生で成功する、仕事で成功するためには才能や運、人の助けなど様々な要素があります。
しかしそれ以前に一生懸命働くことが最も大切です。それ以上の経営ノウハウはないというのが稲森さんの考え方です。僕も周りが遊んでいる時こそ努力することを徹底してきました。人の3倍行動するっていうのが自分のキーワードです。あなたも誰にも負けないくらい働いてください。一生懸命働く以上の経営のノウハウはないです。7個目、失敗する場所があって人は育つ。仕事でもスポーツでも成長していくには失敗する場所が必ず必要です。あるアスリートがこう言っています。勝利か敗北かではない、勝利か学びか。人は失敗からたくさんのことを学びます。失敗を生かしてください。人も企業も失敗して大きく成長することができます。勝つか負けるかではないです。勝つか学ぶかです。失敗を失敗と捉えるのではなくて、失敗から学んで必ず成長してください。8個目、伸びしろを信じて挑戦する。能力を未来進行形で捉えることが困難な仕事を成功へ導いてくれます。今の能力だけを見てできるできないを決めるのは絶対にやめてください。それだと新しい挑戦はできないです。高い目標も実現することがないです。今の自分にできなくても勉強して努力をすれば必ずできるようになります。そんな思いが人とか企業を大きく成長させてくれます。今できなくても必ず将来できる、そう信じて行動することが重要です。自分の伸びしろを信じて挑戦してみてください。9個目、真の成功はもう無理だの先にある。もう無理だと思った時点を終点にしないでください。仕事の再スタート地点と考えてください。成功するまで絶対に諦めない粘り強さを持ってください。成功しないとは人並みの努力をして結果が出ないとすぐに諦めます。一方成功者は失敗しても仕事の再スタート地点と考えて成功を手にするまで諦めずに努力を続けることができます。そして最終的に成功します。研究開発や新しい挑戦が一度でうまくいくことはまずないです。大抵最初は失敗します。失敗した時にもうダメだと努力を放棄するのか、まだまだだと努力できるか、それが成功者と成功しないとを分けます。もう無理だと思った時がチャンスのタイミングです。10個目、未来はこれからの努力で変えられる。今日の成果は過去の努力の結果です。未来はこれからの努力で決まります。いい大学に入ること、いい会社に入ること、いい資格を取ること、すべて過去の努力の結果です。稲森さんは京セラの入社式で新入社員に対してこう言っています。世のため、人のために尽くすのが人生の目的。今日の成果は過去の努力の結果。未来はこれからの努力で決まる。あなたの未来はこれからどれだけ努力するかで変わっていきます。未来を信じてください。そして努力をすることです。そうすることで未来は輝かしいものになります。それではまとめいきます。1個目、好きな仕事を求めるより与えられた仕事を好きになる。好きなことを仕事にするには2つしかないです。好きな仕事をするか、今の仕事を好きになるかです。おすすめは今やっている仕事を好きになることです。転職とは探して見つかるものではないです。転職は自ら作り出すものです。2個目、言われてやるだけの仕事を考えてやる仕事にしてください。今日よりは明日、明日よりは明後日、少しでも進歩するように心がけてください。仕事を好きになるには言われるがままやるのではなくて、創意工夫を仕事に加えることです。もう少し早くできないか、もうちょっと簡単な方法はないか、様々な工夫を自分で考えて試してみてください。3個目、周りが認める努力が本当の努力。稲森さんが大切にしていることがあります。それは誰にも負けない努力をすることです。大切なことは自分で自分を評価して満足することではなくて、周りから頑張っていると認められるほどの努力をすることです。4個目、日々の積み重ねが人を高みへと引き上げる。1秒の積み重ねが1日になります。1日の積み重ねが1週間、1ヶ月、1年になっていきます。1日一生と捉えて、今日1日を工夫して毎日積み重ねていってください。5個目、継続する力が成功に必要な真の能力。継続力は平凡な人を非凡に変えてくれます。努力する才能を持ってください。粘り強く続けてください。それが仕事で成功する秘訣です。6個目、誰にも負けないくらい働く。一生懸命に働く以上の経営のノウハウはないです。成功するには才能、運、人の助けなど様々な要素が必要です。しかし一番大切なのは一生懸命に働く、誰にも負けないくらい働いてみることです。7個目、失敗する場所があって人は育つ。あるアスリートがこう言っています。勝利か敗北かではない、勝利か学びか。失敗を失敗と捉えるのではなくて、失敗から学んで成長する人間になってください。8個目、伸びしろを信じて挑戦する。能力を未来進行形で捉えることが
困難な仕事を成功へと導いてくれます。今の能力だけを見てできるできないを決めないでください。それだと新しい挑戦はできないです。今できなくても勉強して努力して必ずできると、そう信じて行動してみてください。9個目、真の成功はもう無理だの先にある。もう無理だと思った時点を終点にしないでください。そうではなくて仕事の再スタート地点と考えてください。成功するまでは絶対に諦めない粘り強さを持ってください。10個目、未来はこれからの努力で変えられる。今日の成果は過去の努力の結果です。未来はこれからの努力で決まります。あなたのこれからの未来はこれからどんな努力をするかで変わっていきます。未来を信じてたくさん努力をすることです。そうすることによって未来は輝かしいものになります。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。